花湯です。どどん。はい。ちょっと、撮影場所がいつもと違います。はい。気にしないでください。今日はですね、私が貯めていたガチャを光闇の召喚書を引こうと思いまーす。イエーイ。貯めていたわけではなく、完全に、なんか恐れて引くことをやめていただけなんですけど、なんか私この動画撮るとき、いつも喉の調子悪いんですよね。なんでだろう。日頃の行い？はい。ということで、まあ、こういう、なんか何ですか？バイブス？バイブスじゃない。ジンクス？みたいなのに頼っていくタイプなので、7777チャンネルで、引こうと思います。今回、私の持ってる召喚書はですね、伝説1枚、光と闇の召喚書が17枚、で、かけらが2枚分、で、不思議な召喚書が11枚あります。計こんな感じの枚数があります。はい。いきます！うわぁ、いきなりポチッと！なになに？ドゥーン！おぉ、マーメイド！もう一回、2、3、4。うわぁ、またポチッと！今日めちゃくちゃバチる！これは、ラセッツ。うわ、またバチった。今日めちゃくちゃバチるんですけど。これは？あ、ハープ奏者。じゃん。はい。お、え？今日めちゃくちゃバチる日ですよ。どうしましょう。いいです、いいです。キエレットさん。はい、これで、不思議がすべて終わりました。次、光闇行きたいと、召喚、かけらから行きたいと思います。まあ。ハイエレメンタルさん。まあ。マーシャルキャット。行きます。1枚目。2枚目。3、アマゾン。アマゾンなんか使えますよね。あれ？光？光か。ミイラ。え、さっきまでのバッチリはどうしたの？お願いします。お願いします。さっきまでめちゃくちゃバチってたじゃないですかね。皆さん見てましたよね。あ、ホッグだ。かわいい。もうペンギンライトが欲しいから、ペンギンでいいよ。ペンギンがいいよ。ちょっと、本当にバチんないんですけど。嘘でしょ？ちょっと。同士、闇の同士、光がいいんですよね、同士確か。ブチャンブン。ちょっと待って、ラスト1枚、こんなにバチないもんなんですね。いきます。お疲れ様でした。では最後に伝説を引きたいと思います。はい、いきます。はい。水の姫でした。なんでですか？私が何をしたって言うんですか？ゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィーク、はじめに私は働いていますよ、今。現在。特に遊びに行くこともせずに、ガチャを引くことを楽しみにしていたのに、この仕打ちは一体何ですか？私が何をしたって言うんですか？はい、じゃあ、ヒートヤモンスター見ていきましょうか、一応。はい。バチ的には悪くないんですよ。なんか4、3何回中、この数なので、良いはずなんですよ。はい、こんな感じで、もしこの中にパッて見て、そいつめっちゃ使えるよとかいう子がいたら、コメント欄で良ければ教えてください。どこで使えるよとか。はい。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。グッバイ。